2曲目 Too Much Too Much これは大好きな曲ですね。もうとりあえずかっこいい、かっこいいなこの曲は。でこれはもう結構ね、そのもともとそのアコースティックギターで作った曲で、まあ、それもそれですごくいい感じだったんだけど、なんかレコーディングした時にまあヨシ、ベースのヨシがなんか俺やることねえよみたいな発言をしたんだよね。つまりレコーディングして普通に要はルートルールールみたいな、特にその楽しいとかかっこいいフレーズはなくて、ヨシがどうすればいいのこの曲って、で一番最初はそのルル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 っていうあのフレーズはなくて、ただギターのちょっとね、まあ近いような感じの、まあ、フレージングの弾き方があって、じゃあそのイントロのところよし弾いてくれないか、いいよって言って、ただしその次の日がレコーディングの最終日だったんで、もう練習するのはもう1日しかなくて、でも見事によしがそのルル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 っていうもう天才的なフレーズを作ってくれたんだよ。で、あれはもうすごく、まあ、印象的で、今でもね、もう多分誰にこの曲を聴かしても最初はかっこいいねって言ってくるんですよ。まあ、それはヨシのテク、ヨシのベースのテクニックのおかげだと思うんだけど、一人じゃ絶対作り出せないもの。だからよくみんなに、なんでバンドにこだわるの？なんでソロの方がいいじゃん、ね、売れるよ。そっちの方が売れるよ。でも、正直、ソロだと全くまあいろいろ、まあ成長してきたと思うんだけど、やっぱりバンド、そのパートナー、まあヨシだったりね、まあ辞めてしまったんだけど、こうとか、そういう人がいるから新しい音が出会える。まあなんだろうね、生まれてくるんだよね。その新しい音に出会える。それまさに too much。それを証明してると思います。まあ、歌詞に関しては、まあ単純に too much やりすぎて、やっぱり大人になっていく、なっていけばなっていくほど、どんどんその欲しがってしまうし、昔子供の時によくお母さんにね、聞かされてた、そういういろいろ、もっとその、感謝して、そのあまり欲しがらずに、生きていくんだよ、みたいな、いろんな多分習い事はあったと思うんですけど、それをどんどん忘れていくじゃん、大人って。そのお母さんだったりお父さん、そういう人を、思い出すことも大事だな。その当時の子供の頃の気持ち、あ、その感謝だったり、まだ人間っていい人もいい人はたくさんいるよっていうことです。まあそんな感じの Too Much。とりあえず、一番聞きどころが、ヨシのかっこいいフレージングね。ルル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